シュワク・タマオは日本の陸上競技選手。専門は長距離走、マラソン。1936年ベルリンオリンピックに日本代表選手としてマラソンに出場した。香川県堺出市出身。当時大規模な入浜式園田を用していた。堺出周辺では浜子と呼ばれる塩田労働者が園田内で仕事として、ひもすがら走る生活を送っていた。 1919年にはマラソンへの関心に火がつき、地元出身で1920年、アントワープオリンピック陸上競技代表選手となった大浦留氏が帰国後に競技で開かれたロードレースで二人が自分より上位に入ったことを評価、激励したこともそれを後押しした。1928年アムステルダムオリンピックのマラソンにハマコ出身の 山高根松が4位入賞を果たし、それを追う形で、楠木義三や、手枠も陸上競技に進んだ。手枠は1929年11月の第5回明治神宮競技大会の1万メートルに優勝する。1931年11月3日の第6回明治神宮競技大会のマラソンに2時間34分04秒4のタイムで優勝した。これは当時、 公認コースでの日本最高記録だった。1932年5月25日の1932年、ロサンゼルスオリンピックマラソン最終予選会に出場したが、袋の京浜蒲田駅踏切付近で払いたにより、途中棄権した。1935年4月3日のオリンピック候補選手によるマラソン代表候補挑戦競技会マラソンでは、世界最高記録を樹立した。 地中安尾に次いで記録は2位であった。同年11月3日の第11回明治神宮競技大会マラソンではやはり世界最高記録を樹立した孫規定に次ぐ2位に入る。これにより翌年のベルリンオリンピック候補選手となる。1936年5月21日のオリンピック選考の最終予選会はスローペースのレース展開となる。レース結果は 朝鮮半島出身の南昇龍と、孫季帝が1位と2位、日本大学の鈴木夫妻が3位を占め、主枠は4位だった。マラソンの代表枠は3人だが、この時は、トップの成績でも2時間35分を超える低調な、結果だったため4位までを代表とし、最終的にレースに出場する選手は、ベルリンの現地で予選を実施して決定するとされ、代表に選出される。 マラソン代表4人は6月1日に東京駅を出発し、朝鮮半島、満州、シベリア鉄道経由で約16日をかけてベルリンに到着した。現地でのトレーニングの後、7月22日に実施された現地予選では2位に入りマラソン代表となった。ただし、この時主役は途中でコースから外れて近道を通り、 それを目撃した南昇龍からゴール後に殴られて誤ったとされる。また、現地予選に先立って日本選手団幹部は7月13日にヘルシンキで会議を開き、マラソンのエントリーを孫、南、主惑の3人に決定していた。主惑は当時マラソン代表では最年長の30歳で初代も持つ身であったが、単身で2ヶ月以上の遠征となり、 その間マラソンコーチの佐藤秀三郎は何度となく、歓楽街に誘ったものの、気真面目な死枠は、言葉も通じない外国の街に出ようとしなかったという。また現地では足に豆を作り、その治療に追われることにもなった。結局8月9日のオリンピック本番ではその豆の、痛みに耐えきれず、3 0トル付近で途中危険となった。この点について、佐藤秀三郎は、 戦後の取材に対し、豆で十分な練習ができなかったところに、現地のうまい料理を食べて体重が増えてしまったことを失敗の原因として挙げ、また首に縄をつけてでも歓楽街に連れて行った方が良かったと述べている。ベルリンオリンピック後は1940年東京オリンピックを目指してトレーニングを再開する。しかし、塩田は不況に見舞われ、有力選手が 相次いで県外の企業などに転出する中、主枠は坂井でに残り、トレーナーの山田金松の指導を受けていた。主枠自身の戦後の10回では、日課事変で仲間の選手たちがどんどん招集されるようになって、自身も練習を取りやめたという。1939年8月に丸亀連隊に招集され、舞台と共に満州に渡ってからは、伝令、 石膏を多く命じられたと述べている。78歳当時は、坂出市内に在住して、取材に応じたことが記録されている。1990年12月15日、出身地の坂出市で死去した。出身地に近い丸亀市で開催される、丸亀ハーフマラソンでは、特別表彰として、諸悪玉尾賞が制定されている。ありがとうございます。